はい、こんばんは、いとっちゃんねるです。5月23日になりました。いかがお過ごしでしょうか？日曜日でしたね。今日はね、暖かくてとてもいい感じでしたね、天気はね。で、私ね、昨日もちょっとお話ししたんですけど、るろうに剣心のね、ファイナルですね。こちらの方映画見てきました。結構面白かったですね。やっぱりね、剣術アクションがすごいですね。あのシリーズはね。よくね、佐藤健もよく頑張ったなと思いますね。あれだけしっかり動いてて、ね。もうなんかね、朝やってるような時代劇の戦いとは全然違いますね。激しい激しい、もうね、ワイヤーアクションにね。なかなかね、結構面白かったんですけど。なんて言うんですかね。痛快なアクションっていうところが見どころかなと思うんですけど。まあ、ストーリーはね、これといって、まあ、よくある感じのストーリーかなという感じではあるんですけどね。まあ、結構面白かったなと思いました。皆さんもね、ぜひ、興味ある方、ぜひ見に行っていただければな、なんて思いますけど。やっぱね、竹弓がね、可愛いですね。シリーズはね。やっぱりね、竹弓って言ったらね、やっぱりハヅキルーペをね、お尻で踏んであっていうイメージしかなかったんですけど、演技やっぱり上手だなって思いましたね。なんて言うんですかね、呼吸困難になる演技は上手だなと思いましたね。首絞められてはぁはぁ言ってるような感じのシーンがね、1作目、2作目結構あってね、竹弓はね。ああいう時にセリフを発する感じのイメージのね、なんていうかね、演技はとても上手だなと思いました。はい。見どころが変なところに見どころがあるんですけど、僕としてね。はい、すいません。ですね、今日じゃあね、早速何するかっていうと、ご視聴者さんからですね、ちょっとね、依頼が入ってたんで、そちらのお話をするんですけど、何の話かっていうと、あれですね、携帯機で 3DO リアルがね、動くのどれですかっていうことで、今日はね、3DO 特集をします。はい。なのでね、3DO 今まであんまり携帯機で動かしたことなかったんで、僕もちょっと気になっちゃってね、ちょっとね、そちらの方やっていきたいと思います。はい。じゃあ、早速ね、ずらずらずらーっとね、携帯ゲーム機並べてるんですけど、まずこちらね、またいつものね、プラモデル用の筆のね、先端なんですけど、これ、関係ない話で。で、こちらがね、RGB10 ですね。RGB10 で、MLX の4.0入れてます。で、4.1、4.2出てるんですけど、4.0が安定してるって聞いてるんで、とりあえず4.0入れてます。で、あとはですね、こちら、なんだっけな。RG351V ですね。はい。RG351V で、公式の、あれを入れてます。ファームウェア入れてます。まあ、多分ね、こっちとこっち公式のファームウェア入れたら一緒だろうと思って、とりあえず、手頃な35、RG351V の公式のエミュレーター。公式のファームウェアですね。で、こっちが、これがね、カスタムファームウェア入れてまして、RG351M ですね。M で、ファームウェアは、なんだったっけな。あれですね。アーク OS 入れてます。これはね。アーク OS になります。なので、ちょっとこのね、3台で、同じソフトを動かしますので、ちょっと比較していきたいと思います。じゃあ、今から同時に GEX 起動します。GEX をね、同時に今、オープニング出してるんですけど、どれが一番早いかな？これですね。これが1位です。2位、3位って感じですね。はい。これが、あれですね。MLX 4.0。で、これがカスタムファミリア。これが公式のやつですね。だからね、やっぱね、公式のやつが一番遅いかもしれないですね。またちょっと行ってみましょうか。じゃあ、早速スタート。読み込み速度って感じですね。まあ、ここも変わんないね、ほとんどね。じゃあ、ちょっとね、アクション画面のところに行きましょうか。まあ、どれもね、結局言うと、メラメラしてます。このゲックスについてはね。そうね。どれもですね。じゃあ、ちょっとどれもテレビの中入ってきましょう。よいしょ。入ってないね。なかなかね、3台同時に扱うと面白い。あれですよね。なかなか今日はもう忙しくなりそうですね。はい。じゃあね、早速アクションゲームの方の画面に行きまーす。よいしょ。どれが早いかな？
やっぱこれ若干早いですね、これがね。ってことは、これがね、一番安定してんじゃないかなと思います。ミーレック4点、4.0 ですね。まあ、ただね、やっぱちょっとメラメラしてる感じありますけどね。うん。こんな感じですね。一応ね、遊べますね。一応ね。こんな感じで遊べますね。うん。なんか比較的まだね、遊べるかなって、ギリ遊べるかなっていう感じはありますけど、重たいですね。うん。こんな感じで。こんな感じになりますね。一応遊べるかなっていう感じですね。うん。結構まだ快適な方。だもしかしたらね、ちゃんと快適に動くソフトもあるかもしれないです。このレベルであればね、まだいいかなっていう。じゃあちょっとね、他のやつ行ってみますね。こっち行ってみましょうか。これは RG351V で公式のファムウェアなんですね。これちょっと重たいですね、やっぱりね。うん、ちょっと重たい動きがね。動くけど、ちょっと動きたい。さっきの方がね、やっぱ軽いですね、まだね。うん、ちょっと重たいですね。うん、ちょっとゆっくりな感じになってますけど。まあ、さっきのね、エミュレック 4.0 のやつもね、ゆっくりではあるんですけど、ここまでゆっくりじゃなかったかなと思います。はい。こんな感じですね。じゃあ、こっちのカスタムファームウェアの方、行ってみますね。よいしょ。これもちょっと、まあ、比較的軽めではあるけど、うん、そうですね。公式のファームウェアのやつが一番重たいですね。カスタム入ってるだけ気持ち若干軽いかなといった感じですね。はい。なので、この3台で比べると、GEX で言うと、ミューレック 4.0 が一番まともかなと思います。うん、重たいね。うん。これですね。1位、2位、3位って感じです。はい。GEX についてはね。ちょっとね、他の、ファームウェア見てみたいと思います。はい、じゃあ次の組み合わせです。こちらはね、先ほど、一番ね、快適に動いてた MALEC 4.0 の、RGB10 ですね。で、こちらが、RG351V で、これなんだっけな。351ELEC っていうやつのカスタムファームウェア入れてます。まあ、これがね、なんかね、結構軽いっていう噂なんで、まあ、今回これとこれの、ガチバトルになるのかななんて思ってますけど、で、こちらが何かっていうと、比較用にね、RG351M のね、公式のファームウェアで、3DO のソフトを入れた状態になります。じゃあ、こちらでね、早速また、確認していきたい。GEX でまた確認していきたいと思います。じゃあ、行きます。どれが一番スプレーが早いか、スプレーが早いか選手権ですね。ああ、やっぱりね、MALEC 4.0 が早いですね。お、これですね。やっぱ公式のね、公式のやつが一番重いですね、これがね。これの順番でしたね、今ね。同時押してるんですよ、これね。だからね、ちゃんとね、同時押ししてますんで、処理速度がね、やっぱそこでね、違いが出てますね。はい、じゃあ早速。よいしょ。結構ね、重いね。どれが早いですかね。これとこれほぼ同時ですね。これ超遅いですね、やっぱりね。はい、じゃあちょっとね、動作の方も見ていきます。ほぼほぼね、351MALEC とね、こっちの 4.0 ほぼほぼ同じかなっていう感じですね。うん。おう。あ、来ましたね。よいしょ。これで、これですね。これで一気にね、入ってきますんで、同時にね。はい、じゃあ行きまーす。よいしょ。あ、これとこれほぼ同時ですね。これが若干やっぱちょっと遅かった感じなんで、ちょっとね、今回 351ELEC の方触ってみますね。うん。あ、結構軽いですね、こっちはね。軽いって言っても、まあまあ、やっぱりね、重たいですけどね。うん。でもね、4.0 と同じぐらいな感じのクオリティかなとは思いますね。まあ、ギリ遊べるかなっていう、ちょっとね、やっぱちょっと重たいですね。どっちもね。うん。よし。はい。うん。なるほどね。
結構ね、遊べるかとは思います、ゲームとしてはね。ただね、やっぱりね、351V で遊んでる分ね、あれですね、画面綺麗ですね、351V は。やっぱりね、画面が超綺麗ですね。解像度が良くて、色鮮やかで、画面比率がね、合ってんでしょうかね。やっぱね、この、4対3のね、画面に合ってるせいかね、うん、すごくね、画面綺麗で、快適に遊べます。で、こっちも見てみましょうか。うん。比較してもね、うん。こっちも同じぐらいの快適ですね。うん。はい。結構ね、しっかり遊べるかなと思いますね、これもね。はい。まあ、だいたい351と 351エレック と、同じぐらい、同等といった感じです。で、若干こっちの方が早いかなって感じでしたけどね、オープニングのね、出だしが。あとこっちはこっちで、若干やっぱちょ、重たいですね。公式、あ、重たいですね。歩く速度がもう重たいですね、これはね。重たいですね。タラタラしてる感じですね。はい。なので、これはちょっとね、いただけない感じかなと思います。ちょっと外しますね。なので、351エレックか、メリック 4.0 で結構ね、いい感じかなと思います。ちょっとね、他のゲームね、ちょっといじってみたいと思います。はい、じゃあ、早速ね、351エレックで、3DO のソフト、他のソフトちょっと立ち上げてみます。うん。ナグザットさん、ナグザットかな？ピンクナグザットっていうね、もうピンクって書いてある時点で何のソフトかって、勘の言い方はあれだと思うんですけど、ですね、バーチャルカメラマンですね。はい。まあ、これ、写真撮り放題でございますね。おっとっと、危ない。危なかったですね、今ね。危なかったです。危ないです。これは危ない。ちょっと音がね、大きいかな。結構ね、快適に動きますね、これは。ああ、名前入れてくださいですね。ですね。はい。はい。あ、これ、普通にひらがなも入れれたみたいですね。で、まずね、このゲーム何するかっていうと、女の子ね、めちゃめちゃ快適に動いてますね。スカウトするところからですね。はい。で、まあ、女学生系を使うのか、ちょっとセクシー系を使うのかっていうところですね。なかなかちょっとね、時代を感じる顔立ちですね。まあ、めんどくさいんで、こっちの、制服の子にしましょう。原宿駅ですね。はい。結構ね、面白そうな感じのゲームですよね。カメラマンになりたい人はね、早速ね、こういうところからトレーニングしていただければなと思うんですけど。何言ってんだ、僕はって。で、これね、いきなり声かけてくださいってことで、ねえねえ、彼女少しいいかな。ちょっとね、軽い感じになっちゃうんで、こんにちはってところ、爽やか系で。すいません、急いでるんで、2、3分だったらいいよね。怪しい会員じゃない。話聞いてくれるだけでいいんだけど、これかな？話ってどんな話？これですかね。君のこととかいろいろ。私のことですか？っていうことでね。女子大生なの？短大に通ってます。ということでね。声かけられること多いでしょ？そんなことないですよ。って言ってますね。ほら、結構可愛い表情するじゃない。私そういう言われ方苦手なんですよ。だって。でも本当に、本当？みたいな。せっかくだから写真撮らない？行くか。あ、嫌われちゃいました。っていうことで、ゲームオーバーになっちゃいましたね。ちょっとね、写真撮影のとこまで行きますね。せっかくなんで。僕もちょっと適当にやっちゃったもんだからね。スカウト失敗しちゃったんでね。はい。ということでですね、写真撮影モードになりました。これでムービーでこんな感じで、結構ね、快適に動いてますね。もう、逆光で真っ暗ですけどね。逆光で。逆光にも程があるだろうって、こんな感じでね、写真撮るんですけど、撮った後ね、こうやってね、フィルムを巻かなきゃいけないんですよね。こんな感じで。はい。こんな感じでね、好きな、ここフィルムを巻くボタンがこんな感じでね、フィルム巻くんですよ。で、シャッターチャンスをね、こう、ムービーの中で、逃さないようにね、撮っていくっていう、ゲームでございます。まあね、ここは別に怪しいシーン一切ないんでね、普通にね、カメラマン目指してますってことで。あ、ナイスポーズみたいなね。あ、切れてる切れてるみたいな、ね、ナイスポーズみたいな。ね、それボディービルダーの掛け声やんみたいなね。はい、ナイスポーズですね。こんな感じでね、ちょっとね、こう、
ブーになっちゃいましたね。なんかね、ちょっとね、撮るタイミングを誤るとね、大変なことになっちゃうっていうね。ちょっとね、フィルムがあと10枚残ってるんで、連写しますけど。こんな感じでね。あと7枚ですね。撮れば撮るだけね、点数加算されるんで。あ、エッチ言われちゃいましたね。エッチじゃないですよ、これね。はい。なんか6100点で、こんな感じで。ということでね、こんな感じで結構ね、このゲームは快適に動くかなと思います。はい、じゃあ続きまして、おなじみのね、幽白書です。で、こちらね、ミエレク 4.0 ですね。で、動かしてますけど、まあこれも比較的、結構ね、天井の照明映っちゃってますけど、はい。あー、ちょっとね、ここメラメラしてますね。うん、ちょっとメラメラしてますね。重たいかな若干ね。このゲーム若干ちょっと重ためな感じですね。だからね、やっぱ動くソフトと動かない、動くんだけどちょっと重たいソフトとね、動くんだけど軽めのソフトって結構ね、はっきり分かれるような感じですね。さっきみたいな、ね、写真撮影系のゲームであれば結構快適に動くんですけど、中ですね。で、キャラクター選択で。まあ、たまにはちょっといつもユースピケばっかりなんで、たまにはちょっとヒエとか使ってみましょうか。もう重たいですね、やっぱり。で、実はね、これ351エレックでもね、さっき動作確認したんですけど、同じです、ほぼ。ほぼ同じでした。はい。ちょっと重い時と軽い時があるかなっていう感じの。重たいですね、やっぱりね。うん、快適に動くっていうのはね、やっぱないんですね。こうやってみるとね。3DO はね、うん、ちょっと重たいですね。うん。はい、こんな感じですね、これは。うわ、重たい。あ、重たい。うん。ちょっと別のゲーム行ってみたいと思います。はい、じゃあ次のゲームです。麻雀ゲームですね。麻雀ゲームはね、結構軽いっていうイメージがあるんで、まあ、これ結構快適に動くんじゃないかななんて思ってます。麻雀ゲーム好きすぎだろうって言われちゃうんですけどね、よくね。あ、ちゃんとね、動画安定してますね。あ、いいですね。お姉さんたちとね、ちょっと、ま、うん、なかなかね、平成初期の感じはしますけどね。はい。こんな感じの麻雀ゲームですね。まあ、女の子と麻雀打てるっていいですよね。はい、ナグザットでございます。ナグザットじゃないね。さっきのがナグザットでしたよね。はい、放課後編ですね。麻雀教時代でございます。で、スタートで。これか、スタートはこっちかな？こっちか、Cボタンかな？はい。動くかな？うん、ちょっと待ってねと。まだ行かないでって。一緒じゃなきゃ嫌って言われますね。何の話？何の話だよって思いますけどね。うん、僕はどちらかというと、どの子がタイプかっていうと、どの子もあまりタイプじゃないですね。はっきり言っちゃうと。ちょっとちっちゃいですけどね。麻雀牌ちっちゃいですけど。あ、結構ね、快適に動いてますね。ええ、こんな感じですね。ちょっと一試合やってみましょうか。多分、上がれないかなと思いますけど。これリアル系の4人打ち麻雀って僕結構苦手でね。これ、かな？ここら辺、これいらないかな？はい。これもいらないかな？とりあえず取っとくみたいなね。これもとりあえず取っときましょうか。暗行できたりするとあれなんでね。これいらないですね、自敗はね。自敗はね、あんまり使えないですよね、麻雀でね。こうか、いらないんだけどな。いらないか。入れちゃいましょう。よいしょ。うん、めちゃめちゃ快適に動いてますね。あ、チーしちゃいました、間違って。ボタン間違うとね、こうなっちゃいますね。で、めちゃめちゃ快適に動いてますね、これは。あ、相手がリーチしてきましたね。まあ。
いらないね。あ、ロンやられましたね。はい。浅宮純子ちゃんにやられましたね。うちの母親も純子って名前なんですけどね。関係ない話ですけど。はい。こんな感じでね、麻雀ゲームは結構快適に動くんで、まあ、動くゲームと動かないゲームしっかりね、分かれてんじゃないかなっていうような感じですね。はい。はい。ということで、今日はですね、携帯ゲーム機、いろいろ並べて、なおかつね、ファムウェアいろいろ入れて、3DO、どれが一番快適に動くか検証でしたね。はい。で、一番良かったのはどれかっていうと、RG351V の、351エレック。これはね、快適に動きました。すごくね。で、あと、こちら、RGB10 のね、MLEC 4.0 に 3D を入れると結構快適に動くかなというような感じですね。で、公式 RG351V と M ですね。の公式のファームウェアだとね、やっぱちょっと遅い。3DO が若干重たいっていうような感じですね。そもそもね、これサポートしてないんでね、そもそもね。なのでね、まあ重くても文句言えないかなと思います。うん。カスタムファームウェアはかなりね、頑張ってるかなと思ってるんですけど、カスタムファームウェアの中でも、351エレックと、レトロアリーナと、アーク OS っていうのがあるんですけど、まあ、そこら辺3つ比べたらね、351エレックが一番やっぱ軽かったですね。ちょっと動画にはしてないんですけどね、レトロアリーナもね、実は裏で動かしてて、アーク OS とね、ほとんど同じような感じでした。というのもね、アーク OS とレトロアリーナってなんかちょっと、派生系みたいな感じらしいんで、大体同じかなっていう感じの、イメージです。で、351エレックはね、かなりね、軽く動いてたかなと思いますんで、多分、ベースがこっちなんでしょうかね、多分ね。なので、この2つおすすめするんですけど、まあ、RGB10 持ってる方は MLEC 4.0 に、3DO のゲーム入れてね、BIOS 入れれば動きますんで、こんな感じで。そこそこ快適に動きます。で、RG シリーズ持ってる方は RG351V とかね、M にね、351ELEC 入れていただいて、それを、ね、3DO 入れていただければ、こんな感じで動きますんで、まあ、遊べないまでにはいかないけれども、遊べるっちゃ遊べるんだけど、快適ではない感じですね。で、ソフトによっては快適に遊べるのもあります。今日は遊んだ中でも、バーチャルカメラマンと、麻雀ですね。麻雀教時代については、これは結構ね、普通に遊べましたんで、結構遊べるかなといった感じです。悠々白書とかね、ちょっとね、格闘ゲームだからアクションゲームはちょっと向いてないかもしれないですね。現段階では。なんで RPG とかまだいけるとは思うんですけど、まあそういうとこでアドベンチャーゲームとかね、そういうとこで遊んでいただければなと思います。はい。っていうのが一応 3DO のね、今日のご質問に対しての回答になるのかなと思います。あとですね、今後もね、こういう、携帯機比較ですね。携帯機とファムウェア比較はやっていきたいなと思ってて、ドリームキャストであったり、あと、プレイステーションポータブルですかね。そこら辺についても、比較、今後ね、ちょっとね、今回いろいろ OS、ファムウェアか。ファムウェアいろいろね、SD カードに入れましたんでね、こういう感じにいっぱい SD カードちょっと作っちゃったんでね、こういう感じでいっぱいいっぱいね、いっぱいこんな感じで作りましたんで、今後もね、ここら辺ちょっと入れて、どれが一番軽いのかっていうのはやっていこうかなと思っております。はい、ということで今回の動画ちょっと役に立ったなって方いましたら、グッドボタンを押していただけると、幸いです。あとは、そうですね、今後もね、こんな感じの、携帯機のね、方も、動作確認していきたいと思いますので、チャンネル登録していただけると、とても活動の励みになります。はい、ということで、今日はね、こんな感じでさらっとね、さらっとじゃないですけど、結構大変でしたけど、はい、終わろうと思います。はい、ドッチャンネルでした。ありがとうございます。失礼します。